今日の狙いはシークレットプラス、そうだな、イズイズ、まあ覚醒のところさ埋めたいよね。覚醒、あ、トールも欲しいな。トールも欲しいんだけど、あとメタリック仕様のとこだとノアゲットできてるから、雨のうずめ様出したいな。でノーマルカードゾーンはね、カッパゲットしたいんだよね。カッパのデザインを早く見てみたいということで、早速今回も行ってみますか。よし、一発目が重要。前回超神回だったよね。だから今回もさ、その波に乗り、儀式イズイズ来てくれ、頼むぜ。一発目でイズイズ来て、お、エーギルだ。エーギル、これ欲しいんだよな。エーギル、ジジイマッチじゃねえか。エーギル、エーギルかっこいいねわ、デザインいいな。エーギル、なんかファンキーな感じしない？なんか、おお、覚醒エーギル。そうだよ、このエーギルがいればね、俺イズイズ覚醒できるんだよな。覚醒のイズイズ、うわー欲しい。エーギル、前負けたんだよね、エーギル一回来ててね、調整したんだけど、ザコでね負けたんだよな。今やったら勝てるかもしれない。ぜひ挑戦したいな。また早くね来てくれることを願っていいよ。エーギル、おー、一発目からメタリック来たわ。なかなかいいね、調子いいよ。一発目来たよ、メタリック。そして二発目いったりもする儀式、頼むぜ。あ、でも月読みもう一枚来てもいいよね。月読みすげえデザインやばかったからな。さ、おっと、わからん、初めて、あ、待って、かわいい、見て、妖精がいる、妖精超かわいくない？初めて見たけどかわいいね。レア度3、あ、3か、あまりレアじゃないんだ。でもこの妖精さんかわいくない？妖精さん、おお、いいな、気に入った気に入った、ナイスナイス。で、パッケージがつくよ、み、うわー、これ来たからな、前回やばいよね、このカードデザイン美しすげ、来てくれてありがとうございます。ではね、スポーリー、おっと、これも初めて見た。あ、なんかシリーズ的にさ同じ感じがしない？でも妖精さんいないね、こっち。妖精さん思いっきり猫なんだけど、ドラゴンタイプってところがなんか燃えるな。シマニャドラ、ロシニャドラ、ニャドラシリーズがたくさんあるんだね。なかなか楽しみになってきたな、このノーマルシリーズ。ノーマルのニャドラたくさんゲットして、今んところは一番最初にゲットしたペルニャドラが一番気に入ってっかな。お、これもニャドラだ、すげえ。あ、待って、いやでもペルニャドラがな、一番いいのは今んとこ。すげえ、ニャドラシリーズがどんどん来るね。これも思いっきりドラゴンに見えないんだけど、ドラゴンなんだね。このデブッチョボディいいな、ペルニャドラこれがあのシリーズの中で一番気に入ってるかな。よしと、じゃあここに置いてと。で、次こそは来るかな、シークレットか、イズイズ、イズイズ欲しいな、めっちゃ可愛いからな、イズイズ。さて、来てくれの、お、フーリー、これかぶり2枚目だね。フーリーは2枚目、オッケーオッケー、まあ、フーリー可愛いからね、全然オッケーなんだけど、アプリで持ってないんだよね、フーリー。フーリー欲しいな、アプリで。よし、いくぜ。さて、パッ、ありがとうございます、ありがとうございます。うわ、初カード、なんか、え、待って、シンプルだね、このシンプルなデザインもいいな。やったぜ、前回、お、チェンジザワールド、前回やばい月読み来たもんね。もう一回見とく、もう一回見とく、一応。あれはマジしびれたな。ねえぞ、ちょっと待って、どうだ、ザント氷見てくれてるって、かっけえんだこれ、やばいな、月読み揃ったぞ、月読み、おい、やばい、うわー、何この奇跡ミラゴ、ありがとうございます。よし、じゃあ次クッション、イズイズ、イズイズ、お願い、イズイズ。あ、ウエハースすげえいい匂いする、あとゆっくりイズイズを見ながら食べやす。おっと、これ、あ、待って、揃った、全部全部揃ったんじゃない？あー、ごめんごめん、まだ1枚足りないね。シマニャドラ1番が来てないわ。素晴らしいじゃんこのシリーズ、ニャドラ、おほほほ、かわいい。あと1枚火のやつが来たらコンプだね、ニャドラは。よし、ニャドラも出したいけど、いやー、でもイズイズ欲しいな。でもニャドラ見たいっていう気持ちもすごいあるな。さて、何が来るかな。おっと、あ、つくよみドラゴンだ、つくよみドラゴン。あ、待って、これいたっけ、ちょっと待ってね、シークレットツアー、いないもん、いない、俺あの全部見たもん、一応つくよみドラゴンなんていなかったよね。裏見てみましょう。さ、おー、やっぱりそうだ、エース、シークレット、つくよみドラゴンか、シークレット、わ、マジか、いやいや、嬉しい嬉しい嬉しいけど、ちょっとね期待が
あ、でもまだもう一枚あるから、俺ブルースキンガールがいてほしいなっていう。そうかそうか、まあ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 、でもね、うん、まあいいよいいよ、うん、ブルースキンガール期待していたけれども、まだもう一枚あるから。お、月読みドラゴン、わあかっこいい、シークレット来たよ、やったぜ、めっちゃ嬉しい、かっこいいな。しかしレア度9、わあ星9、すげえ。月読みドラゴン来ました、ありがとうございます。やった、狙いのシークレット来た。あと1枚なんだろうね、もう1枚あるからさ、お決まりの2枚だから、2種だからシークレットはね。あと1枚、あと1枚、これそうだったらどうしよう。できればあと1枚のシークレットは女の子の、あの美女のモンスターがいいな。ブルースキンじゃなくてもいいから、できれば美女がいいなと思いつつさ。待って、これあのね、え、待って、今のドラゴンタイプのさやつだよね、名前なんだっけ、いたんだ。前ねフレンドのやつで見てめっちゃ欲しいと思ってたんだよ。でスクショ撮って、あーでもかなり前だからな、半年以上ぐらい前かな、全く覚えてない名前。俺最低だよな。めちゃめちゃ好きって言っといて、そう、なんかこんな可愛いのにさドラゴンついてんだみたいな感じでびっくりし、いや可愛い、フィレムだ、思い出した、フィレムだ、そうそうフィレム、うわこれスクショ撮ったんだよ。でこれの母音バージョン書いたんだよ俺、可愛いっつって、フィレムだ、思い出した、うわドラゴン悪魔タイプ、やべえ、あのごめん、これ今回ナンバーワンだわ、やっべえ嬉しい、しかもこれノーマルなんだけど。マジか、ノーマルなんですけど、うわやべえ、めっちゃ可愛い、超ドストライク、ブルースキンじゃないのにすっげえ好きなんだよねこのデザイン、しかもドラゴンタイプっていうところがねめっちゃ強い、こんな可愛いのにドラゴンタイプ、うわーフィレムだ、フィレム、もう忘れない、フィレムね、覚えた、フィレム、フィレム、忘れんなよフィレム、まあぶっちゃけね存在自体を忘れてた。いやツイッターにもねアップしたはずなんだよね、これ可愛いっつって、半年ぐらい前だっていうの気がするんだけど、そんな前じゃないかな、いや結構前な気がするんだよね、ごめんねフィレム、もう絶対忘れないから、フィレムね、カードもゲットしたし、もう絶対忘れないわ、やっぱなんかゲットしないと忘れちゃうんだよね、そうそう、自分でアプリでゲットするか、こうやってカードグッズをゲットしないと忘れちゃうから、でもねもうゲットしたから絶対に忘れない、いやフィレムいいな、本当に可愛くない、このデザイン最高、しかもドラゴンタイプだからね、こんな可愛いのにドラゴンオンだ、あざっせ、ということで、まあシークレットもゲットできたし、次回からはイズイズを狙って、あともう一枚のシークレットを狙ってまた開けていこうか、うおー、いいいい、最高フィレム、うわ可愛いフィレム、フィレムもう一回描こうかな、うわ美しいな、でもねこの、うわ月読みドラゴンも描きてえな、めっちゃかっこよくない、ありがとうございます、来てくれて嬉しい、シークレット、まあね、シークレットはね今までゲットしたシークレットで一番気に入ってるのはカーリーだよね、カーリーの時めっちゃ来たからな、カーリーカーリーカーリーみたいな感じで、ね、シークレットなのにめっちゃ来たから、うん、すげえラッキーだったし、デザインも神だったよね、またあれぐらいのレベルの美女モンスターだったらもう一枚最高だな、シークレット次回来てくれよ、頼むぜ。